はい、こんにちは。サネイチモトヒカリです。お久しぶりです。えー、まあね、最近ね、ちょっと動画投稿できてなかったのは、今、兵庫県の神戸市っていうところに来てまして、そっちでちょっと今ね、生活してるんですけども、ちょっとパソコンがないんでね、動画アップできなかったんですけども、えー、今回はね、スマホでちょっとアップしてます。しようと思います。はい。で、えーまあ、最近何をしてるかということなんですけども、えー、まあ、ちょっとね、用事がちょ,っちょくちょくあるんですけど、その間にまあ、ナンパとかしてます。はい。<laughs> 主に来ましたますね。はい。 で次はね、神、えーまあ、コンビニれた動画投稿をどうするかということなんですけども、まあ、こんな感じで、えー、スマホで iPhone の容量を無理して開けて、そんでもうアプリとか消しまくって、その、えー、容量を開けて、そのまま、えー、スマホで撮って、ね、コンビニの Wi-Fi あるじゃん、無料 Wi-Fi、ソフトバンクと俺ソフトバンクなんだけど、ソフトバンクの Wi-Fi スポットとかで、えー、動画をアップロードするという。 感じでちょっとしばらくね、こう編集とかもね、ちょっと編集アプリ何使ってたか忘れちゃったんで、編集とかもせずにちょっとアップしていきたいと思います。はい。皆さんコメントもお願いしますね。見るんで。はい。編集もすると思うんで。はい。あとツイッターとかはですね、日々更新してるんで、よかったらお願いします。あー、あとね、最近何してるかってことなんですけども、え、ナンとかもしてるんですけども、あとね、食事制限と、えー、筋トレもやってて、えー、こっち来て1週間ぐらいちょっとね、 あのコンビニ飯とか爆食いしちゃってたんですけども体重がちょっと増えたりする前に、えー、また食事制限を開始したんで、えー、ちょっとねあの一定のところで止まったんですけどまた落ち始めたんでえダイエットも大丈夫ですね、はい、だからね2ヶ月ぶりとかに会う人にはもう別人だねって言われるぐらいになりましたうしいですねモチベーション上がりますはいちょっとねやす頑張ってちょっと 角度的にちょっと太ってみると思うんですけども、えー、ちょっとまあ痩せようとしていますと。はいえー、終わりに、終わりにですけども、まあ、これからもね、えー、動画投稿を全然続けるんで、よろしくお願いします。以上、せねじ枚でした。バイバイ。